にちは。こんにちは。今回は、はい、加工肉を買いました。はい、加工肉、加工ステーキ買ったんだけど、うん、なんか加工肉に見えないけど、うん、この油は確かに加工っぽい。うん、本当に加工なのかな。加工っぽくないよね。中途されてくるよね。うん、なんでもね、加工肉で安かったこれ。10枚入りで、うん、安いのか。1万円。1枚1000円。1000円。安くはないかな。安くはない。まあ、アマゾンの加工肉を鉄板で焼いて食べようと思います。はい。あれ？どうした？どうした？どうした？違う肉。違う。10枚入りじゃないぞ。30枚入りだぞ。それは安い。そういうことか。そう、いや、安い肉を買ったつもりだったと思う。加工肉30枚入りを買いました。30枚で1万円。1枚あたり。それは安い。安っすね。安っすね。それは安い。それは安いですね。付け合わせの。付け合わせのソースだけ。結構丸のまんまいくか。うん、あのちょっと細長くするか迷って細長系でいこうかな、うん、でもさ、うん、寂しかよね、ステーキだけやったらね、うん、味噌汁作ろうかな。味噌汁、味噌汁、コンソメスープとか味噌汁。ダメやったね。ダメやった、残念やったね。俺ステーキといえば味噌汁やもん。味噌汁、和食セット派か。和食セット派や。おい、洋食セット派やけんな。コーンスープやもんな、大体。ふ、ふが入ってる味噌汁がいいな。ちょっと分厚かったね。でも大丈夫でしょ。湯がくか。うん。柔らかいですもんね。ね。うん。今、具材ば悩みやと。寂しさを紛らわす具材を。まあ。玉ねぎの味噌汁だな。もうそれしかなかった、探したけど新玉味噌汁でいこう。そしたらオニオンスープ。まだ諦めてなかった。やるか。ダメやった。任された。和食セット派か。旗はどっち派、多数決で決める。どっちだろうな。味噌汁、味噌汁、味噌汁。ほらでもよく味噌汁派が多かったやろ。でもあとご飯やもんな俺。正直に言ったら、あんまり俺味噌汁とかスープ系はあんまり飲まないんですよ。じゃあ中間とって、はい、オニオン味噌汁半分にする。どういうこと、どういうこと。全員の半分に、うん、味噌汁にあの コンソメスープを入れて、コンソメスープの出汁の味噌汁を作って、量は半分。半分。全員の中間。そうですね。でも和食セット頼むかな。でもどっちかというと、うん、ご飯だけ欲しい。だってほら、和食セットでさ、うん、ステーキとかと一緒に大体食うんや、うん、洋食セット大体コーンスープとサラダを先に食う。ああ、先に食う。それをメリットと感じてるわけ。そう、俺は一緒に来る方がメリットと感じてる。玉ねぎたっぷり味噌汁なり。うまそう。あ、ごめん。まい、米内知らの魔法の味噌汁というね、なんかね、ブロックのあったところで。魔法の味噌汁っていうブロックがあるんですか。コンソメ持って。キューブ。キューブ。結果。漬物も漬け、あー、いいですね。和食セット、あー、いいですね。じゃあ、ムノさん、サラダ作らんばたい。漬物、はい、漬物ですね。ちょっと一回、人参茹でときます。はい、水も足りなかった。フライパンの方が、早うお湯が沸けるかなと思って。そうそうそう。和食セット高ないお金、うん、小皿3つに分けたがよなかった、こう。仕方ねえな、お前。あ、でも自分も食うって言った、うん、あ、言った。今日弁当あるよって、うん、両方食うって言った。あ、両方食べますって言った。胸を食うのやんやん言うけん、作ったよ。はい、4つに増えました。なんか冷蔵庫あげてしまった。カルピスコだよ。うわ、いった。3本コだよ。あとね、なんか昨日スーパーに行ってた、うん、これ好きやけんね。いや、それ美味しかった。それのシューマイも美味しかった。あとね、これも買った。あいや。あとね、カニクリームコロッケは食ったよ、昨日。
スーパーすごかもんな。スーパー、うん、もうワクワク買いすぎてしまいないもんね。まあ待ちまーす。はい、はい、じゃあ、はい、味噌汁を作っていきます。うわ、自分だけコーヒー飲みよ。嘘、さっきカルピス飲んでない。俺らずっと作り寄った時ね、二人でずっと見寄ったっすね。一人でやってるって楽して。言い訳しちゃいかんよ。言い訳してもか。言ってみて。ずっと見よった。言い訳じゃない。おい、スプラトゥーンしよった。よし、じゃあ持っていきましょうか。はい、ジンも手伝って。ジンも食べるやろ。食べます。はい、それでは準備できました。はい、はい、じゃあちゃんと定食セットば、うん、用意しようかね。じゃあ焼いていきましょうかね。はい、あ、箸がない。持ってきます。いろんな、なんか警察、うん、もうちょっと温まってからがいいか。シューって言いますかね。ステーキハウス釣り岡、はい、塩コショウでするとっけ。はい、お願いします。見てね、ステーキハウス釣り岡やね。でも本当やったらここで作ってさ、うん、お皿にはいどうぞって乗せるとかいいとやろ、はい、いいですね。楽しいね。じゃあお肉も焼きますか。火も、うん、意外といい感じやし。はい、じゃあお肉焼きますよ。はい、加工肉です。はい、なんかね、美味しいってレビュー結構あったけど、ね、うわりゃあ、ジンが2枚食うとして6枚じゃ生産合わんや。俺も2枚食うと。なるほど、生産があった。生産あったやろ。なるほどなるほど。すげえ、うまそうよね。うわ、幸せの人参切るの上手やん。え、大学来たこっちゃ。あーあーあー、味噌汁が。最悪。でも多分美味しいよ、味噌汁味のもやしでしょ。味噌汁楽しみやった。俺なんなら胸奥に俺の分多めでって言うたっけ。味噌汁味のうまさね。味噌汁味のもやしも美味しいやろ。美味しいやろ。ドジっ子なんだから。一瞬何が起きたか分からないな。あああ、持ってきてくれた味噌汁、ありがとう。味噌汁配りおじさん、ありがとう。鉄板の方に今着いたらね、結局ね、俺、うん、こぼすよ。どじっこやけ。じゃあひっくり返します。あ、ジャポンでやった、ナイス。おい、ひっくり返します。はい、おい、もうちょっといいかな。うまそうね。こっちからね、うん、いくよ。はい、うわあ、うわー、加工肉、うわー、よいしょ。うわー、しゃー。それでは、はい、入刀していきます。はい、バス、はい、あー、見たことある。加工肉やけん、なんかボロボロっていうの、はい、柔らかいんだね。めっちゃ柔らかそうですね。もうこれ、火止めてよかかもしれんね。はい、中まで、うん、ごめんなさい。はい、柔らか。はい、それでは、じゃあ、ほら、はい、ありがとうございます。一番食べそうな彼から。そんな、ありがとうございます。はいはい、でもね、しも来て、あら、ありがとうございます。さあ、加工肉美味しいか。うん、あ、分かった、これのこと見よって、スッてやったら切れる。おー、スッてやったら、ほら、どうぞ。ギコギコはしません。ギコギコしたら余計に。いただきます、はい、いただきます。いただきます、はい。うん、あ、うまい。うん、おお、美味しい。うん。いただきます。めっちゃ柔らかいよ、うん、肉。へえ、美味しい。うん。うん、うまい。うん、うまい。1枚300円。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。うまいね。うまい。あの、うまい。やっぱさ、うん、ちょっといい肉食いに行ったりすることもあるや、うん。で、いつも思うのはさ、柔らかくて美味しいけど、うん、
脂っこすぎて、高級なやつね、うん、なんか二口ぐらいいったらもういいかなぐらい年取ったけどさ、で味的そういう油麺で言うと、うん、安い肉が好きやけ、うん、でもやっぱ安い肉が硬いやん、うんうん、いいとこ合わせもっと、なるほど、柔らかくて安い肉意外と安い肉の方が味美味しかもんね、うん、しますもんね、でも柔らかいのに味が全然美味しい、うん、ステーキハウスが出てきてるの、うん、うまい、うん、美味しい、うん、近所でこのセット1000円で出たら俺食いに行くもん、うん、ねえねえ、全然1000円でこの定食食いに行くよね、海鮮丼屋さんでステーキ丼で出すいや全然魚食えん人のためにもう世の中の肉でこれが一番かもしれんぐらい一番うまいマジでうまい、ちょっとリンク貼ってきますねほんまにこれ食べてみてください、うん、肉美味しい肉、まあ加工肉のやけ、うん、肉は肉なんだろうけど、うん、普通に美味しい肉じゃなかったとしても激安肉、うん、俺でもこれ一番好きかもしれない、うん、柔らかいし、美味しい、俺が好きな安い肉の味やし柔らかい、脂身もうまい、うん、お店開こうかな開こうか開こうかなということで、はい、ドキドハンでした、はい、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいはい。